はい、皆さんこんにちは。コーヒー侍です。今日なんですけども、今日はね、この2つをご紹介したいなと思うんですね。で、1つはこちらは、コレスのですね、Bフラスクグランデというね、まあカルフェなんですけども、ステンレスダブルボールですね。これね、まあ以前から出てたんですけど、結構ね、影に隠れて、あんまり日の目を見てないなっていう印象があったんですけど、実は優れたね、機能が、ちょっと僕の中でね、わかりましたので、それをね、今日ご紹介したい。あともう一つ、一緒なんですけども、僕がね、長年ちょっと愛用してきたメーカー、電気ケトルのメーカーで、ラッセルホブスというね、メーカーなんですけども、もうこのケトル何年使ったか、いわゆるシンプルなんですよね。いや、これ便利だなーって言ってね、ものすごくね、これ出回った機種になるんですね。まあ、新しい電気ケトルが出たというので、これですね、ラッセルホブスケトル富士という名前になってますね。これをね、この2つを今日はご紹介したいなと思います。はい、まずね、手っ取り早くこの2つがね、何がいいのかっていうのを先にもう言っちゃいます。Bフラスクグランデなんですけども、ステンレスダブルウォールのカラフェなんですね。で、これをね、こう斜めにして、そうするとね、ポーンと外れます。要は中身こんなになってるんですよね。とね、特徴的なのが中にこうボールが入ってるんですよ。こうやってほら、行ったり来てるね。要は注ぐ時に360度どの角度からでも注げますよっていう便利グッズではあるんですね。ただそれだけだとね、まあふーんって感じだったんですよ、正直ね。で、今回ね、改めてこれ取り上げようと思ったのは、保温はまあまあまあって感じなんですけど、保冷の方がね、実は結構大したもんだなっていうね、ことになりまして、で、改めてね、これを今日は氷をね、これここ入り口広いでしょ、なので氷もガンガン入るんですよ。で、氷を入れてコーヒーを入れて冷やしたいなというふうに思うんですけど、その時にね、今回これエアロプレスなんですけど、これね、相性良かったんですよ、このBフラスクグランデと。この形状がですね、このBフラスクグランデにぴったり合うんですよ。もうほぼぴったり。なんかエアロプレスからそのまま抽出して、もう中にね、氷を入れといて、まあアイスコーヒーをね、で、そのまま保冷しちゃおうという感じで、今日はね、やってみたいと思います。で、アイスコーヒーじゃなくてもね、アウトドア仕様でね、すごいいいなって正直思ったんですよ。氷をガンガン入れて、冷たい飲み物を入れてって、もうそのままキャンプに持って行って、もう冷たいまま飲もうよみたいなね、そんな感じで使えるなと思ったので、まあそれもね、一ついい点だなというふうに思いました。ラッセルホブスのね、これ新作だそうです。ケトル富士という名前です。富士はね、花の方の富士っていう富士ですね、になります。デザインですかね。やっぱりこの、なんつうでしょう、和風、モダンな和風のコンセプトで、ここがね、すごい握りやすい感じですよね。で、急須みたいな形してるので、まあ、正直ね、カフェケトルに比べると、そのままドリップ、コーヒードリップっていう感じではないんですけどね。あとは、この、蓋の部分ですね。ここね、取りやすいんですよ、すごい。ほら、ここね、カチャンっていう感じじゃなくて、グッ、こんな感じ。ね、すごくね、滑らかにこう取ることができる。ハーブティーとかね、そういったお茶関連、コーヒーじゃなくてね、っていうのにも相性いいかなと思います。ケトル富士でお湯を沸かしてですね、Bフラスクグランデに氷をたくさん入れて、エアロプレスで直接このままガーッと抽出して、まあ、飲みたいなというふうに思います。Thank you.
はい、皆さんお疲れ様でございました。早速ね、入りましたので、いただきます。おー、キンキンに冷えてて、かといって、ものすごい濃厚に入ってます。まあ、エアロプレスでね、入れたコーヒーなんでね、これね、相性抜群だと思いますよ、僕個人的に。このね、保冷効果は素晴らしいですね。キンキンですね。で、これをね、もう何時間もキープすることができるということで、これはありなんじゃないかなっていうふうにね、改めて思ったんですよ。なので、今日はね、紹介してみました。アウトドアとかでもいいんじゃないですかね、これね。ケトル富士の方もですね、まあ今までのね、ラッセルホースのさすがだなっていう感じ。で、沸かすのもね、早いですしね。まあ、デザイン的にもすごいね、これ、いいんじゃないかなというふうに思います。プレゼントなんかね、いいんじゃないかなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。今日の動画、いいなと思っていただいた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。またですね、コーヒーサムライのブログ、ツイッター、インスタなんかもやってますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。